阿蘇特産の高菜を収穫し、その場で漬けて阿蘇の旬を味わう阿蘇高菜祭りが、平成31年3月16日、阿蘇市内巻で行われ、大勢が訪れて高菜の収穫と漬け込みを体験しました。この体験は、阿蘇 4H クラブなどが実行委員会を作って、阿蘇特産の高菜の旬を味わってもらおうと、27年前から行っているものです。阿蘇高菜の収穫は、茎を一本一本折って行うことから、高菜折りとも呼ばれています。この日は、熊本市内などから子供連れなど大勢の参加者が訪れて、15センチ前後に成長した阿蘇高菜を、実行委員会のメンバーらに教わりながら、一本一本高菜折りを楽しみました。関係者の話では、昨年の10月下旬、80アールの水田に高菜の種をまき、今年の生育状況は良好ということです。参加者は1000円の料金で6キロの高菜を収穫して、塩と唐辛子で揉んで、その場で漬け込んでいました。中には、旬の阿蘇高菜を楽しみに、毎年来ているという参加者もいました。漬け込んだ阿蘇高菜は、4、5日すれば、ピリッとした独特の辛みがあり、シャキシャキとした食感の新漬けが味わえるということです。